僕みたいな
なんていうの、失敗、たくさん失敗してしまったっていうふうに世間に、こう見られてる人間が、地の底からでも這い上がれるっていうところを、なんとかこう今の日本にこう、まあ、自分自身も勇気づけられたいし、人も勇気づけられて、何かこの試合で感じてもらえたらいいなって思って挑戦したんですけど、そんな、まあ、現実甘くなかったです。もっともっと本当に甘い世界じゃないと思ってるんで、この格闘技で一生懸命生計立ててる人もたくさんいて、その中で本当にこの最後にこういう場を与えてもらって、本当狂犬の関係者の皆様本当にありがとうございます。対戦相手のトミーさんもなんかこんな感じなんだろうなって思ってたんですけど、本当に根性がものすごくて、一瞬試合しててものすごく楽しかったです。本当に皆さん1からでも、0からになったとしても、どん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 立ち上がって自分の自由に思うまんま、本当人生って一瞬しかないと思うんで、この僕も死んでいく中の死に様の中でこういう経験ができてとても良かったと思います。本当に今までこれまでここの大会にこういうふうに試合を勝たせてもらえるまで支えていただいた方たち、本当に感謝しています。ありがとうございます。遠方からも足を運んでくれて、生でいろいろ感じていただいて、見に来てくれたお客様に関しても本当に感謝しています。ありがとうございます。ただ格闘家としてとかじゃなくて、日々の鍛錬、これだけやったらこういうことができるっていうことを自分自身も噛みしめながら、またこれ励みにまた頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。